2月2日、役場南西庁舎に岡村豆腐の名称で豆腐の製造・販売を行っている岡村の西口哲也社長など3人が訪れ南伊勢町と高齢者地域見守り活動に関する協定を結びました。この協定は高齢者が住み慣れた地域で 安心して生活ででできるる町づくりを目的に、町が町内外のの事業所と結んでいるものです。協定の締結により、岡村は訪問、配達、窓口業務などの日常業務において、高齢者への声がけや安否確認といった見守り活動を行うとともに、異変があった場合には、関係機関へ連絡できる 体制の整備などを進めていきます岡村は今回の南伊勢町を含め県内10の自治体と同様の協定を結んでおり今後県内すべての自治体と協定を結びたいとしています。 私も地域がなければ、その町がなければ生きていけませんので、そういう形で貢献できればと思いまして、そのような形で、えーまあ、この南瀬町にお願いして、協定を結んでいただくようにさせていただきました。あの高齢化率の高い南瀬町としましては、その日常の生活の中で,です、ね、高齢者の見守りをしていただけるということは、大変ありがたいことやと思います。